ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私はイメージチェンジするわよ。やぼったい黒髪をやめて金髪にして、アクセントに黒い帽子をかぶるの。そして小物としていつもほうきを持ち歩いて、黒いワンピースに白いエプロンを身につけるわ。まんま私やんけ。お前、イメージチェンジと言いつつ、私を乗っ取るのかと思うほど私じゃないか。そんなものはイメージチェンジじゃないし、だいたい私が二人いるみたいでただの二番煎じだぞ。そんなことないわよ。いつもとびっきり可愛い私だけど、たまにはイメチェンしてもっと人気を得たいの。自分に似合っていない、考えなしのイメチェンなんて人気は得られないぞ。それは一般人のみならず、芸能人も同じだ。というわけで今回は、イメチェンが不人気すぎた芸能人についてじっくり解説する。それでは、ゆっくりしていってね。まず一人目は、俳優の菅田将暉さんだ。菅田さんは、高い演技力のある実力派俳優として知られており、主な代表作に、仮面ライダーダブルや、3年 A 組、今から皆さんは、人質です、などがある。俳優業の他に歌手としても活動しており、ヒット作も多々あるんだぜ。菅田さんって本当に多彩よね。なんか、出演するドラマや映画によって、かなり印象が変わるイメージがあるわ。菅田さんは非常にストイックな人で、役柄に合わせて頻繁に体型などを変える人なんだ。例えばボクサーの役を演じることになった時は、体重差が20キロも差がある相手と階級を合わせるため、最大で15キロも増量して、肉体改造を行ったこともある。またある作品で助走をした時には、10キロ以上の減量と骨盤矯正を行い、普段からハイヒールを履いて生活し、女性らしい体型を作ったそうだ。それは素直に尊敬しちゃうわ。男がどうとか女がどうとか言うつもりはないけれど、あんまり男性でハイヒールを履く人っていないじゃない？それを、普段から履くってことは慣れるためもあるでしょうから。本当に命を懸けて役者をしている人なのね。マジでかっこいいよな。そんなかっこいい菅田さんなのに、2024年7月に披露したイメチェン姿が、びっくりするほどファンから不評だったんだ。まずは実際に、その姿を見てくれ。見まがうことなく菅田将暉さんだということはわかるんだけど、なんと言いますか、言葉に表せない違和感がありましてですね。霊夢、だいぶ戸惑っているようだな。これは役作りの一環なのだそうだが、霊夢が特に違和感を覚えたのは、金色に染められた眉毛じゃないか？あ、そうか。眉毛を全部剃っちゃったのかと思ったけど、これは金色に染めているのね。でも、なんで？そこは謎だが、本人が役作りだというのならそうなのだろう。しかし、ファンが気になったのは金色の眉毛だけではない。髪の色は黒なのに、前髪が極端に短すぎるのに襟足は長く、髭も微妙な感じの形であることに、驚きを隠せなかった人が多かったんだ。言いづらいんだけど、眉毛の金色は筆で染めたみたいに見えてしまうわ。ああ、言われてみれば確かにそんな風にも見えるかもな。他にもネット民は菅田さんに対して、言いたい放題コメントしまくっており、蓮舫議員に似ているとか、月曜から夜更かしという番組で、メイクとすっぴんの差が激しいということで、紹介された男性に似ているとか言われていたぞ。いや確かにどっちもそれとなく似てるな。雰囲気が絶妙だよな。でも、菅田さんには菅田さんの信念があって、こういうビジュアルにしているんだろうし、どんな姿でも、本当の意味で自分に合うようにしてしまうだろう。そんな菅田さんから、今後も目が離せないな。私も菅田さんの真似をして、眉毛を金髪にしてみようかしら？霊夢の場合は、からしを塗ったようにしか見えないからやめておけ。は？二人目は、タレントのセリナさんだ。セリナさんって、声が特徴的で可愛らしい人よね。ネットでは消えたってもっぱらの噂だけど。お前はちょっと黙ってろ。セリナさんといえば、ふんわり系のボブカットにしていることが多いのだが、一度、大胆なイメチェン姿を SNS で披露したことがあるんだ。こちらを見てくれ。おお、黒髪ロングじゃない。凛とした女優さんみたいに見えるけれど、ずっと髪を伸ばしていたの？いや、この投稿は2015年のものなのだが、当時、セリナさんはエクステにハマっていたという。ファンからは、髪の毛が長いとかなりイメージが変わるなどと反響があったものの、ファンでない人たちからの評判は、散々なものだったんだぜ。どんな意見が寄せられたの？
幸薄そうとか、こういう感じのおばちゃんいるよねとか、若作りしているようにしか見えない、貞子かと思った。セリナは髪の色が明るい方が似合うと思うという意見に混じって、確かにイメージは変わったけど、好感度は変わらないね。というものがあったぞ。好感度？どうして、イメチェンから好感度の話になるわけ？先ほど、霊夢はセリナさんについて声が特徴的だと言っていたが、セリナさんは独特の甘い声をしているんだ。それに加えて、やや癖のある喋り方をするので、好きではないと言われることが多いようだ。その証拠に、2016年には、声の嫌いな女性有名人ランキングにて、不名誉な1位に輝いたこともあるんだぜ。おお、なんてことなの。なおかつ、バラエティ番組で大声で話したりすると、うるさいと感じてしまう人が多かったみたいだな。もちろん、ファンはセリナさんの声も含めて大好きなわけだが、そうではない人たちに受け入れてもらうのは、少し難しいかもしれない。極論だけど、もしもセリナさんがもっと違う声なら、イメチェンも受け入れてもらえたのかしらね？どうだろうな。でも、セリナさんはアイドルだったし、スタイルもいい。本人の声を否定するつもりは微塵もないし、声帯は整形することができないと言われている。セリナさんが自分の声をどう思っているのかはわからないが、本人の努力ではどうにもならないことなのに、それが理由でイメチェンなどをしても否定されるのは、かわいそうだよな。三人目は、女優の新垣結衣さんだ。は？マリサったら何を言っているの？あのキュートで清純なイメージの新垣さんのイメチェンが、不人気になるわけないじゃない？そや、新垣さん自身の可愛らしさは色褪せないのだが、一言でまとめると、イメチェンのやり方が間違っていたというわけだ。これを見てくれ、三人写っている写真で、真ん中が新垣さんだ。いや前髪どうした？一直線にバサッと切ったんだろうな。しかも、眉毛よりかなり上に。このような前髪は御眉と呼ばれるのだが、はっきり言って、似合うかどうかがかなり分かれる髪型となってしまう。顔だけ見ると、本当に新垣さんはいつも通り美しいのだが、このイメチェンには、ファンの間でもかなり意見が分かれたんだぜ。ファンはなんて言っていたの？どうしてその髪型にしようと思ったのかな？この髪型は似合う人には似合うんだけど、新垣さんには似合わないんだね。最初に見たとき、本当に新垣さんなのかなって思っちゃった。という批判に紛れて、結婚してから新垣さんの顔や表情が変わってしまったように思うが、幸せじゃないのかな、という衝撃的なものもあったぞ。そこまで言う？前髪一つで結婚生活のことまで指摘するのは、さすがに考えすぎでは？だよな。これも人気者の宿命だとは思うが、まさか新垣さんも新しい髪型を披露して、幸せまで問われたら困っちゃうだろう。4人目は、グラビアアイドルの佐野日奈子さんだ。佐野さんは高校生の頃から、サロンモデルや読者モデルとして活動しており、他にも女優や競技麻雀のプロ雀士としても、活躍しているんだぜ。プロ雀士？全然そんなイメージがなかったから、かなり意外ね。だな。そんな佐野さんは、基本的に髪が長い時の方が多いのだが、2016年にドラマでショートカット姿を披露した際、かなり反応が悪かったんだぜ。え、これが佐野さんなの？私、何も知らないでこのショートカット姿をテレビで見ていたら、多分一生、佐野さんだって気づかないかもしれないわ。そのくらい、髪型が人に与える印象が大きいということだろうな。この大胆なイメチェンについて、誰だかわからなかったという意見がかなり多かったのだが、他にも、なんだか怖い印象になった、ものすごく似合わない髪型ってあるんだな。芸能人オーラが感じられない顔になっている。ドラマなので役作りなのはわかるが、演技力がないので何も響かない。といった意見が寄せられていたぞ。厳しい。ショートカットにしただけで、演技のダメ出しまでされるとは、もともと似合っていないと感じている人には、佐野さんの演技も気になって、ドラマの内容が余計頭に入らなかったのかもしれないな。続いて紹介する人も、ロングヘアからショートカットにした途端、似合わないとの声が続出した人なんだぜ。5人目は、女優の蒼井優さんだ。蒼井さんはロングヘアか、セミロングのイメージが強いと思うが、ベリーショートに挑戦したこともあるんだぜ。へえ、どんな感じだったの？こんな感じだぜ。あら、これはまた違う人になっちゃったみたい。いい意味で、幼い感じがするわね。そうだな。普
通のショートカットもそうなのだが、ベリーショートもかなり似合うかどうかが分かれる髪型なんだ。ネットではわざわざ質問箱を作ってまで、葵さんのショートカットは似合うか?とネット民に聞いている人もいたのだが、葵さんはロングヘアの方が個性が出ていると思う。ショートカットにしたら、かえって平凡な感じになってしまった。どこにでもいる、ありがちなナチュラル系のモデルみたいになった。という回答があったぞ。そう考えると、葵さんの場合は似合うとか似合わないじゃなくて、ショートカットにしたことで、個性がなくなってしまったって感じなのかしら?むしろ、髪が短くなるってことは隠している顔の部分が出たりするし、個性がかなり出るような気もするけどな。葵さん本人もロングヘアは、デビュー当時からのトレードマークだったため、髪が長いと、何でもごまかせちゃうみたいなところがある。そうやって七難を隠して取り繕って過ごしたり、逃げるのはもういいかな。もっと自分を追い込みたいという理由で、ショートカットに挑戦したそうだ。すごい。そこまで考えてショートカットに挑戦するなんて。きっと葵さんにとって、ショートカットは決意の証だったんでしょうね。髪を切るって気軽にできるようで、大きな決断でもあるからな。イメチェンは様々なやり方があるが、やはり髪型が大半のイメージを占めることがよくわかったな。霊夢、今回の話はどうだった?芸能人のイメチェンが不人気だなんて、そんなことあるわけないって思ったけど、実際にイメチェンした姿を見たら、ちょっと納得しちゃった人もいたわ。特に、菅田将暉さんが眉毛を黄色に染めたのは、なかなか衝撃的だったわね。日本人は多くの人が生まれた時から黒髪というのもあって、金色が似合う人というのは本当に一握りだと思う。しかも、髪が黒いのに眉毛だけ金色というところに、アンバランスさを感じた人もいただろうし、難しいところだよな。でも、おしゃれは人それぞれだし、自分のスタイルを貫いていくうちに、徐々に受け入れられていくパターンもある。皆さんもぜひ、コメント欄で受けの良かったイメチェンや、失敗してしまったイメチェンについて書き込んでほしいんだぜ。というわけで、今回の解説はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。